本日はですね、チャット GPT で AI の機能を使ってフォートナイトでリクルできるかチャレンジしていきたいと思います。チャット GPT フォートナイトでリクロイの取り方を教えてくださいで AI に聞いてみましょう。ロケ地何何フォートナイトでビクトリーロイヤル、ビクロイ獲得するためのいくつかのヒントを紹介します。1、ロケーションの選択。ビクトリーロイヤルを獲得するためにはゲーム内のロケーションの選択が重要です。人口の密集した場所や戦闘が激しい場所を避け、初期段階では比較的静かな場所を選びましょう。こうすることで武器や資源を収集し、準備を整えて時間を確保できます。なるほど、なるほどね。あとは武器と資源の収集。武器と資源は非常に重要です。建物や箱から武器を見つけ、素材を頼むことで強化することができます。効果的な武器を手に入れ、バトルで優位に立つために十分な資源を確保しましょう。3、円縮小に対応。ゲームが円縮小に対応。ゲームが進行する最初、プレイエリアは徐々に縮小されます。アンチのことですかね。円の縮小に合わせて移動し、セーブゾーン内に止まることが重要です。円の外にいるとダメージを受けるため、円縮小に対応しながら戦闘を恐れるかうまく対処する必要があります。4、ビルディングのスキル。建築ですね。フォートナイトの特徴的な要素として建築があります。敵からの攻撃を防ぐために壁や階段を建て、戦闘の戦略的な優位を得ることができます。で、敵との戦闘で有利に立つことができます。 OK。 5、チームプレイの活用。フォートナイトではソロプレイだけではなく、ディオやスクワットのようなチームプレイも可能です。友達やチームメイトと協力し、お互いをサポートし合う お互いをサポートし合うことで勝利につながることができますし、連携を図ることが重要です。これらのヒントを参考にして、フォートナイトでビクトリーロイヤルを獲得するための戦略を構築してみって終わってますね。わかりました。はい、始まったよ。じゃあまずは最初、ロケーションの選択。ビクトリーロイヤルを獲得するためにはゲーム内のロケーションの選択が重要です。人口の密集した場所や戦闘が激しい場所を避け、初期段階では比較的静かな場所を選びましょう。することで武器や資源を収集し、準備を整え、時間を確保することができます。 OK、 了解しました。ということで、じゃあノッティネッツですかね。おっとっとっと、ノッティネッツ、この壁地へレッツゴー。初期段階では比較的静かな場所を選びましょう。ここ絶対静かでしょう。そして2、武器と資源の収集。武器と資源は非常に重要です。OK。じゃあ武器と資源の収集をまずノッティネットで行っていきたいと思います。じゃあ次に、丸3番。円縮小に対応。ゲームが進行する最初、プレイエリアは徐々に縮小されます。円の縮小に合わせて移動し、セーブゾーン内に留まることが重要です。了解。ビルディングのスキル。いや、ビルディングのスキル自信ないな、一番。まあ、とりあえず、AI の言うことを聞いて、僻地に行って武器の収集をしましょう。ノッティネッツへ到着です。まずは武器の収集。宝箱を取る。そして回復をする。よし。あ、これ結構いいじゃん。宝箱いきなりね。いるね。早くも。
いるね。おお、やばい。いるぞ。よっしゃあ、GG です。よし、そしてこれには書いてないね。いわゆるこれも教えてもらいたいな。さあ来い。はい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 、よし、まずはミニポを飲みますか。ミニポを飲んでデカポ飲む。あ、これが好き俺は。ブラックジェフ、これマジ強い。そして、うーん、武器微妙。これは MK か。まあ MK 持っとくか。じゃあ1番のロケーションの選択は完了。2番、武器と資源の収集も、まあとりあえずじゃあ建築できないとあれなんで、資源の収集もしておきます。あとは3番、円縮小に対応。これはね、アンチに移動してくれってことね。いるね。まあこうやって、お、ショットガンね。 OKOKOK、 ありがとう。これだ。これ結構宝が多いね。やばい、アンチ、そう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 、アンチを忘れていた。お、ラッキー。そう、円縮小に対応しないといけないからね。円の縮小に対応。おう、まだダメージ1。そう、ほら、僻地に行って武器を収集していたから体力も回復できた。ノイス AI。 よし、いや本当 AI はすごいです。この時代 AI を活用しなければ生きていけないですからね。 OK、 ダッシュ。おぉ、やば。これいく。とりあえず、円縮小に対応しないといけないですからね。ゲームが進行する最初、プレイエリアは徐々に縮小されます。確かに縮小されております。すごいな、AI。これジャンプして、飛ぶ！ OK！ 死ぬよ。おぉ！怖っ！一瞬ドキッとした。ああ、一瞬ちょっとドキッとした。よし。ああ、鍵ないね。ああ、これいいね。どうしようかな。いるね。一発いきますか。
ここはまず建築ですか。いる。まあ、アンチ行くかとりあえず。いやね、言う通り。クレーム並べばよかったな。このビルディングのスキル、フォートナイトの特徴的な要素として建築があります。敵からの攻撃を防ぐための壁や階段を建て。これ自信ないなぁ。いる。どこ？いた！やばい。これちょっとえぐいかもしれない。お、ああ、やってるね。こいつ結構逃げよう。おぉ！ここはね、逃げるべし。ここ一回逃げよう。さて、ロケーションの選択 OK、 武器と資源の収集 OK、 あと演習所に対応してます。あとは私に足りないものはビルディングのスキル OK。 練習だな、とりあえず。来ただな、アイスシールド。ねえ、これスパイシアシコラ。何これ、ソワルフィッシュ。何だ、何これ。お、よし、いるね。敵が見やすいのか、これ。もしかして。おお。よし。アンチードしますか。AI の言う通り。こうね、ダメージを食らわないように。びっくりした。よし、円縮小には対応しております。まあ、アンチードってことね。アンチード、アンチード、アンチード、アンチードってね。マジ、ほんと AI の言うこと聞いたらビクロできるかな。重たいですよ、あれ。これクエストかな。やば、早っ早っ。
これ来るべきか。これやめとくか。まずは、ああいいとこいるね。上取りたいね。ねこれ。クローズナイス。あ、こういうこと。なるほどね。やば。はや。はや足。使い方全然分かってないからね。おお、ラグ。よし。あとじゃあビルディングのスキルを身につければビクロが取れるのかな。あと14人。これいけるかな。ここほんと。いるんだよね。タンクやっていこうか。よし。とりあえず隠れるか。うん、サブマン、よっしゃ、ここに来てサブマンついてる。ここいいかもな。草に隠れながら建築はできない。ビルディングのスキルがない俺にはいいかもしれない。隠れながらで、アンチードもしながら。移動アンチ。よいしょ。いる。この影に。これまず隠れるか。怖っ。マジ怖いんですけど。怖っ。ドキドキしてきました。おじさんが。おじさんがドキドキしてきました。やってんぞ。おお、変な音した。何、超怖いんだけど。ビビってます。これはまずビクロを目指すためにはこういう作戦です。おー来た。やべ、忘れてた。おー、これ乗るか。
おー危ねえ。危ねえ。マジで。まだアンチーク。エイヤの言うこと聞いてないからこうなるな。危な。もしワンチャンここで隠れる。よし、ここでいいじゃん。パン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 でいいんじゃない。こっちはいいか、ちょっとか。おシューって言ったらここでいこう。よし、円に入ってる。円縮小に対応、ゲームが進行する最初。完全 AI の言うことを聞いてます。構えよし、弾よし。帰ってるよね。うん、入ってる入ってる。だいぶ入ってる入ってる。よし、ここいいんじゃない、この位置。あとは落下死しないようにしよう。うわー外れたか。あと一人来た。どこにいる。あ、ここから飛び降りてみるか、ワンちゃん。あと一人、あと一人。よし、俺行くぜ。ここは勝負。ここはもう守らない。こっち行けばいいんだな。OK。よし、動いた動いた。俺も一緒に行くぞ。下がりながら。いる、ここいるぞ。いるぞ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 。マジで俺が最初に見つける。あそこで上取るか。じゃあ隠れるか。いる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 。あそこにいるね。よし、いるね。張ってるね。俺はバレてないけど。おいった、バレた。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。やべ、よし、やべ、ビルディングの俺、あれがない。サブマンだな、ここ。サブマンでこれ、し。落ちろ。よっしゃ。トライ。やべ、うわー、やっぱり建築のスキルがなかったー。うざ。ジョージアス、ナイス、マーカーです。いやー、あとは確かに4番のビルディングのスキル、フォートナイトの特徴的な要素として私やっぱこれ欠けてましたね。じゃあこれを練習すればビクロイを取れるという AI の見解です。じゃあこれからもチャット GPT を使っていろいろ動画を上げていきたいと思います。
この動画が面白かった、良かったと思った人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではじゃあね、またねー。